どうも、花です。まずは洗面台の様子から見ていきます。あれですよね、症状としては洗面台が詰まってるっていうこと、詰まってるというか水漏れがするような、はい、たまにするとかですね、感じですよね。で、まあこの辺が濡れてたりとか、はい、幅木のこの辺りが濡れて、で隣の洗濯機が濡れてっていう感じですよね。そうですね。わかりました。で今ここ下のつなぎを見ようと思ってネジを何本か外したんですけども、はい、まだ確定ではないんですけどちょっとこれ外しちゃいますね。これお分かりになりますか？はい、これが洗面のシャワーのホースが格納されているところなんですよ。はいはいはい、水を受けるパンになってるんですけども、はい、それがもうタプタプなんですよね。あ、なるほど、漏れ、なるほどなるほど、それは出してやんなきゃいけないものなんですね、液化なんですけども、ここまで漏るっていうのが正直かなり珍しいんですよね。でもしかするとなんですけど、はい、ちょっと今水持ってるのでタオルを敷いてあげて、はい、今画面越しでお分かりになります、ここが濡れてるのとか、はい、こっちも水出たし、はい、こうなってきちゃうと原因としてはありそうなのが、はい、このヘッドのこの格納されてるこれが、はい、ホースが亀裂が入っちゃってるんじゃないかなという予想ではあるんですよね。まあ、ちょっと取り出してみればわかるかなっていう感じなので、はいはい、結構濡れてんだよな。ちょっと取り外してみますね、はい、外すぞ、よっよっ、で、あれがタプタプだった原因をちょっと調べてきますね、はい、このホースがどうも一番怪しそうな、水出した時にバシャーとくんのかなっていう、はい、ちょっと出してみます、はい、ああ、やっぱ漏るな。今お分かりになります？はい、分かります。ダラダラダラ。なるほどなるほど。その邪魔な変えれば。そうですね。これまた部品をお願いしなきゃいけないってことですよね。はい。なので、よいしょ。そうだな。使っちゃうと漏る感じですね。はいはい、今の見る限り。はい、原因が分かったので、あとはお客様にどうするかご提案します。まあ部材があればここの蛇腹のところですよね。はい、このホースのところ。自分でどっかじゃってみる。そう、あ、それができれば、はい、一番お安く済むかなと思うんですよね。漏水の対応が終わったので、次は洗面台の清掃をしていきます。おそらくね、あの水が持ってくるっていうのがお客様は詰まりと思ってたのかなっていうところではあるんですけども、とりあえず洗面台を清掃していきますね。洗面台清掃で一番気持ちいいのがこのオーバーフロー感からビャーって出てくるのが気持ちいいんですよね。で、今の清掃方法が花的には吹き付けっていう清掃方法なんですけど、水の流れ方がちょっといまいちなんですよね。排水口の中ちょっと覗き込んでみますね。いまいちここからだとよく見えないんですけど、なんか黒っぽいのがいるんじゃないかなっていう感じですね。吹き付け清掃で汚れが取れてないっぽいので、トラップの部分を外して見てみますね。
この樹脂で作られている部材はね、手で外せるから簡単で、すごく清掃がしやすいんですよね。これでやっと中身が見れますね。見えない。それでもちょっと見にくいんですけど、やっぱりなんか黒っぽい何かが絶対いるなっていうところですよね。とりあえずラジペンで撮ってみます。ラジペンは入らないので、次マイナスドライバーで少しこじってみますね。そうしたらなんとなんと、なんかすげえ密集した何かが見えますよね。ここまでくればね、あとは書き出すだけで取れるかなーっていうところですよね。なんだろうね、短い髪の毛とかだと思いますね、これは。なんか結構詰まってましたね。いやーなんかね、とりあえず水は流れてたんですけど、ほんのちょっと流れ悪いかなーって思ってたぐらいだったので、まさかね、こんな量が取れるなんて思っても見なかったんですよね。まあやっぱり今になって思うのは、少しの変化でも見逃さないでよかったなーっていうところですよね。これが詰まってたものたちですね。あの一部分だけにね、これだけ詰まってたって考えると、よくね、水流れてたなーっていうところではありますね。あとね、排水管清掃員として思うのは、こんぐらいね、短いものの集合体だったらね、簡単に外まで流れてってくれそうだなーとは思うんですけど、やっぱり詰まるときは何でも詰まっちゃうんだなーっていうのが正直なところですよね。あとね、機材紹介ちょっとさせてください。これね、ほんと便利。特にあの案件とかそういうことじゃないんですけど、このベルテックスさんのベルテックスアップっていうやつなんですけど、絵を見てもらうとね、どういう時使うかわかるかと思うんですけども、こういった防水パンプラスドラム式洗濯機の場合とかで、こうなっちゃうと私たちあの排水トラップの清掃ができなくなっちゃうんですよね。あと洗濯機の排水管の清掃も。で、洗濯機裏とか見ると、まあまあまあ、こういったのもよくあるあるの光景かとは思うんですよね。そんな時に使えるのがこのベルテックスアップってやつで、まあいわばね、こうドラム式洗濯機を設置した後にかさ上げの足をつけれますよっていうやつなんですよね。で、ドラム式洗濯機ってめちゃめちゃ重いじゃないですか。なのでドラム式洗濯機を設置する前にこういう土台を置かないとかさ上げがなかなかしづらいんですけど、これは設置した後にこんな感じで土台をつけることができるんですよね。でね、慣れてしまえば一人でもこうやってかさ上げができちゃうんですよね。今1個土台入れて、もう1個土台を入れてるところですね。で、あんな感じで四隅に土台を入れてあげると排水トラップが触れるようになって、排水トラップが取り出せるんですよね。ただね、これも使える条件とかがいろいろあったりはするので、また後で詳しい動画作れればなと思います。おそらくね、あの状況下だとドラム式洗濯機を設置してからは排水トラップいじれないので、やっぱり結構汚れは付着してますよね。取り出した後高圧洗浄して排水トラップ洗ってあげて、いつものように戻してます。いつも通りになりますけども、動画面白かったら高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。じゃあねー、噛んだ。